四色杯はラミー系の非常に人気のあるカードゲームで中国で比較的長い歴史を持っている。ベトナムではこのゲームはトゥーサックという名前で知られている。今も四色杯の製造を行っている会社は多い。その一つはシンガポールにある。ベトナムの四色杯復讐の四色杯台湾の四色杯香港の四色杯。 色質位の4色配標準のカードの1セットは112枚のカードからなる。4つの色に分かれ、それぞれの色は28枚からなり、7種類のシャンチーのコマの名が書かれている。マージャンと同様、同じ色、同じ種類のカードが4枚ずつある。このカードは仮想階級の人々により、賭博目的で使われ、粗末で安価な作りになっている。 賭博は中国では違法であるため、すぐにカードを捨てられるようにするためである。中国革命と仮想階級の人々との関係のため、このゲームについて書かれたルールはほとんど存在しない。このため、地域や家庭により様々に異なるルールが存在する。このゲームの目的は、麻雀に非常によく似ている。以下の方法でカードの組み合わせを作ることによって上がる。各競技者は、 ゲーム開始時に20枚のカードを手札として持ち、最低9点と呼ぶの手で21枚にして上がる。最高点は41点だが、それはほとんど不可能である。上がるときの点数は9点から41点の間の奇数になる必要がある。これはカードの過不足をチェックするための目安になる。通常2人、または3人でゲームを行う。 人数がそれより多い場合は、人数分のカードを追加する。例えば、4人ならば1セットに追加カードを加える。最初のゲームでは、消化を何らかの方法で決定する。よくある方法は、伏せたカードを各人が1枚ずつ引いて、その中で一番良いカードを引いたものが消化になるという、ものである。2番目以降のゲームでは、前の回の勝者が次の回の消化となり、 勝者の左側に座った人が前回使ったカードを一つにまとめる。召喚はカードをシャッフルして各人に20枚の手札を配る。これは現実には結構大変である。カードはシャッフルしづらく、トランプと同じようにシャッフルしようとすると手から飛び出してしまう。普通は前回のゲームに使ったカードを中央に集めて表を向いたカードを裏返して、 マージャン風にかき混ぜる。この時にカードが折れたりしないように気をつける必要がある。それから消化がカードを一つにまとめて数回カットを入れ5枚ずつまとめて配る。自分にだけ最初に6枚配って最初に捨てることができるようにすることもある。残りのカードは山札として中央に置く。普通はきちんと積まずに横に少しずらした形で積まれる。 カードは山札の端から順に引かれる。主札は扇子のような形に持つが、初心者は細長いカードを手に持つのが難しく感じることがある。場合によってはカードを伏せておいても構わないことがある。人によっては、主札の中にある手をつける必要のない組み合わせを他の手札と別にして裏返しに自分の前にまとめておく人もある。競技者は、 自分の伝いになったら以下の順序に従ってプレイする。カードを引く組み合わせを晒す捨てる競技者は、山札の一番上から一枚取って、自分の前に表を向けて晒す。取ったカードを手札に加えてはならない。カードを引いた競技者、または他の競技者は、望むなら手札の一部を晒し、引かれたカードと組み合わせて、組み合わせを作ることができる。その場合、 主札から最大3枚さらすことができる。引かれたカード1枚だけで組み合わせが作れる場合は取り出す手札がれ枚のこともある。優先順位については口述する。さらしたカードは表を向けてテーブル上に置いたままにする。競技者が主札以外を使って組み合わせを作ることはできない。特にすでにさらしたカードを使って新たに組み合わせを作る。 ことはできない。主札の中にすでにある組み合わせを崩したり、そのまま使ったりすることはできる。もし、競技者の手が完全に組み合わせだけによって構成されているか、主札の数がゼロになったら、その競技者は上がりを宣言して、主札をすべて晒すことができる。上がりが出るとそのゲームはそこで終了して、点数を計算する。 競技者が引いたカードで組み合わせを作った場合、任意のカードを1枚捨てることができる。捨てたカードは競技者の右側に表を向けておかれ、すべての競技者、特に右側にいる競技者がそれを見ることができるようにする。引いたカードで組み合わせを作らなかった場合は、そのカードを捨てなければならない。現実には、卒が捨てられることはない。 カードを捨てた後の競技者の手が完全に組み合わせだけによって構成されているか、主札の数がゼロになったとしても、それではカードの数が20枚にしかならないので、上がりではない。上がるためには、さらに1枚だけの組み合わせを得る必要がある。カードを捨てたら、その競技者の右隣に座っている、次の競技者の番になる。 以上が基本的なプレイの進め方である。しかし、このプレイ順序には2つの変更が加わる。この変更は極めて単純である。ある条件下において、競技者は別の競技者の引いたカード、または捨てたカードで組み合わせを作ることができる。その時はカードを要求した人の番になり、その競技者はカードを1枚捨てる。その後は通常と同様に、 カードを要求した人の右隣の人の番になる。その結果、他の競技者は自分の番を飛ばされ、自分でカードを引いて、組み合わせを作る機会を逃してしまうこともある。複数の人がカードを要求した場合、下の1から5の順で優先順位が決まる。1と4については、他人のカードを盗むわけではなく、自分自身の引いたカードを使うことに注意。 カードを引いた人が上がることのできる場合は、他の人よりも優先順位が高い。この場合は、つモという必要がある。そのカードによって上がることができる場合、その競技者は、こと言い、上がることができる。二人以上が、フーといった場合、通常の競技順序で千番の人が優先される。フーは誰でも宣言できる。そのカードによって、 同一カードの4枚組ができる場合、その競技者は、こうという。同一のカードによる3枚組ができる場合は、という。漢本は誰でも宣言できる。カードを引いた人が、そのカードによって、少子像、シャバ法、三色兵、四色兵ができる場合及び1枚だけの組み合わせができる場合、それを宣言できる。2枚組は、宣言できない。そのカードによって、 少子像、シャバー、三色兵、四色兵ができる場合、自分の直前の番の競技者が引くか捨てるかしたカードを得ることができる。この時は、キツという。他人が引いたカード、または捨てたカードで、卒、小一枚だけの組み合わせを作ることは、上がる場合以外はできないだろうということに注意。したがって、もし競技者が卒、小を引いた場合は、 他の競技者がその卒、賞の3枚組をすでに持っていて、それを4枚組にしたい場合以外は、引いた卒、賞は捨てずに、手札の中の別のカードを捨てるべきである。この組み合わせは卒の場合だけである。卒は他のカードと組み合わせて、もっと点が取れる場合を除き、1枚だけで組み合わせになる。一枚だけの組み合わせは、さらしてあっても、 主冊の中にあっても1点となる。2枚組を構成するカードは同一でなければならない。ただし、2枚組は点数がつかないので、卒が2枚ある時は2点を得るために、ほとんど常に1枚の組み合わせ2つと勘定をする。卒以外は、ポンすることで3枚組を作ろうと努力する。種類が同じでも色の違うカードは2枚組として使えないことに注意。3枚組の組み合わせは、 数種類ある。小脂を同じ色の卒、死、層の3枚からなる。場にさらしてあっても、主冊の中にあっても1点になる。従って、小子像を作ることによって上がりになり、かつ他の組み合わせによって、十分な点数を得られる場合を除いては、小子像を作る意味はない。シャバ、ほう同じ色の車、馬、ほうの3枚からなる。 場にさらしてあっても、視察の中にあっても1点になる。同一のカード3枚グミマージャンの時こと同じく、3枚の同一のカードで構成される。場にさらした場合は1点、視察の中にある場合は3点になる。卒が3枚ある場合は、それぞれの卒を別々に数えれば、視察でもさらしてあっても3点になる。3枚の異なる色の兵。 卒同じ種類で異なる。色の3枚の弊、卒からなる。場にさらしてあっても、主冊の中にあっても1点になる。4枚組の組み合わせは数種類ある。同一のカード4枚組マージャンの講師と同じく、4枚の同一のカードからなる。場にさらしてある場合は6点、主殺にある場合は8点になる。これは、 卒が一枚ずつ別に勘定しない方が良い唯一の場合である。四枚の卒を別々に数えれば四点だが、四枚組にすればより高い点数が得られるからである。四枚の異なる色の兵卒同じ種類で異なる。色の四枚の兵卒からなる。場にさらしてあっても、主冊の中にあっても四点になる。配られた手が以下のうち一つを満たさない場合は、競技者は、 その会を無効として配り直しを宣言することができる。四川の雑木パイ福建の雑木パイベトナムの三菊パイ。ありがとうございます。